黄昏アウトフォーカス第2話俺にしなよ見ていきたいと思います。楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。よし、はい、それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1スタート。まだその自覚の段階なんだ。でも特別そっから何かやってるとかじゃないんだよ。たそがれアウトフォーカス。育三郎だったよね、オープニング。本編開始。テイク2。主演。院長役。ブッダ。187cm、 87キロ。背丈の。靴下がしてあるんだ。足長いんだ。原告教師。はあ。
笑顔だ。そうなんだよな。そうなんだよな。でもそれが辛いんだよな。何がって言った。いい。
おー。そうなるよな。あらまピーヨンが入った。ピーヨンが入った。で、ああ、そこ、つながるのか。お前めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きじゃん。
全然違うじゃん。すごっ。全然違うじゃん。お。できるかな。あら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 お、いいよ、笑った笑った。いやー、まあそうだよな。あ、やっぱダメだ。やっぱダメだ、そうだよ。終わんの。お、ちょっと変わったじゃないの。いけるんじゃないの。うわ、どうなるんだろう今後。うわやっば、どうなるんだろう。Yeah.
ーまさか先生と付き合っててっていうのか。でそっから別れてきたけど約束あるから、それででもあれはあのタイミングはしょうがないんだよな。いやだってまあ次回予告。なんかちょっと、なんだ？なんだ？なんかちょっと違うのかな？なんだ？なんだ？綺麗なだけじゃない気持ち。なんかあるんだろうな。わかんないけど。なんかあるんだろうな。いや、これは、これはいいぞ。俺の好み的にはもうほんとバチバチにやるやつが好きなんだけど、 BL でね、俺の好み的にはバチバチにやるやつが好きなんだけど、あの黄昏アウトフォーカスに関してはなんか違うじゃん。そうじゃない、なんかそのごめんね、 BL の知識がさ全然ないんだけど、あのささみやみたいな感じの結構こう時間かけてっていうタイプなのかな、これは。そっちなのかもしれない。なかなかにしんどくないか？なんか展開が。展開がつか、いや、あの、魔王からしてもそうだし、久しからしてもそうなんだけど、しんどくない？その、どっちの目線で見てもしんどくなるんだよな。おもれ。いや、好きなの。バチバチにやるやつが一番好きなんだけど、好きなんだ。これはどっちかっていうと、その、ドラマ的なあれじゃん。なんか、ね。ああ、伝える語彙力もなくなってしまった。いや、だって俺にしなよ、じゃん、サブ隊が。おもしれー。続きどうなんだろうな。楽しみだぜ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローを待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらの方ぜひ。ということで、黄昏アウトフォーカス第2話、俺にしない。でした。ありがとうございました。ならに。